突然、あの昨日からなんか学校の全小学,中学校、高校の休校ですかとかを、まあ、要請と言いながら、まあ、事実上、政府が決定しちゃったと。そうですね、うん、ただ自治体によってはもう従わないと明言しているところもいくつかのことも今、世の中実はいっぱい動いているわけですよ。あの今日 その中で平気でフラッとこう予算を通しましたしまた、うん、その来週はそれこそ普通に種苗法とか出してくる予定ですし改正案ですけどね、まあ、いろんなことを平気でやってるんだけどもうそこはほとんどそのなんていうんですか世の中は誰も見てない状況、うん、っていうのはもうメディアがもうコロナしかやってないし、うん、もうコロナコロナコロナでで確かにまあその新型ウイルスだから。 あのそれなりに警戒をしなきゃいけないしそれが広がれば広がったでまあ特にその気温症のある人とかね高齢者にとっては脅威になるっていうのは分かるんだけどちょっとなんかこう反応がやっぱまた例によって尋常じゃないような感じになってきてるじゃないですか感染力はインフルエンザと同じかその以下であるし致死率はあのインフルエンザに比べれば高いどころか低いと。で死ぬ人は誰だかって分かっていて中国の武漢でも。 15歳以下は死んでないし。うんね、ええ、というふうに法則性もはっきりしているし。未知は未知でも。うん、あの、全くの未知ではないし。でそこまで騒ぐんだっていうことでしょう。だからそ、その、うん。でも、そうすると、ものすごく批判されるんだよね。うん、ツイッターなどではね。例えば、これがね。えー、っと、赤は2020年のシーズンで、19年20年のシーズンですね。で、青の方が、まあ、去年、去年ですけれども。 今年ははインンフルエンザも実はちょっと少ないんですよね皆さんあの手洗いしてうがいして人混みに行かないからで去年がまあ大体これくらいの数インフルエンザは、えー、報告数があったと死者の数というのが去年は、えー、去年実は1月がすごく多くて1700人くらい死者が1月だけで出て1日平均して50何人出てるんですよね死者が1日死者が50何人ですよ。で1月だけけでで人死んでるわけ で,、まあ、去年1年で3000人とか死んででるわけねで今回コロナで何人でしたっけ死者が。今日9人目が出たのかなですよ。<laughs> ですよ。そういう意味ではちょっと比較対象としては季節性のインフルエンザよりもはるかにまだまだ小さいんだけど、うん、ものすごく今学校をね 全部そのストップしているとかっていうことも含めて、ちょっとすごい反応が反応していると、ちょっと我々は一つ。ここで冷静になって考える必要があるのかなと思ったので、今日はそんなことをテーマに選びました。ま、簡単にテーマ設定として言えば、そのえまあどの程度、本当にあの恐れなくてはならないのか、っていうことを考えるための。 ヒントというか座標軸それってこともよくなくてねどういう心の構え方がかそれ自体がもうそもそももうあれですもんね恐れること前提になってますからねそもそもヘルスリテラシーっていうのは一言で言うとどうういことになるんです例えば日常生活で何か体の悩みがあったりとかあるいは健康のまま生活していきたいっていうような時にインターネットにしろ書籍テレビいろんなとこから情報を入手して まあ、自分の生活に取り入れるか取り入れないかって、はい、まあ考えて、えー、行動に移す方もいれば移さない方もいるってあると思うんですよね。その一連の、まあ、例えば情報を入手するそれを理解するうん、うん、で自分にそれを当てはめていくのかどうか活用するといったようなそのまあ能力全般のことをヘルスリテラシーあるいは情報リテラシーというふうにまあ言っています。うん 今回の今の状況というのはね情報はもう、まあ、言ってしまい山のようにあるわけですよ、はい、うもうテレビをつければコロナコロナですから、うんえー、その状況というのはヘルスリテラシーでいいのはどうなんですかその情報はいっぱいあるので、うん、あのリテラシーのレベルを高く保ちやすいのかどうかも含めてどううなんでしょうか、はいあのまあ、ヘルスリテラシーの最初の一歩のところはその情報を入手するというところで、はい、まあ本来であれば自分に必要な 情報さえあればいいと思うんですけども。うんうん、今現状その、まあメディアの方ではもう。これでもかっていうぐらい、うん、あの数多くの情報、でインターネットで。もまあ情報が溢れてるっていう、まあ現状を踏まえると。その、まあ情報を収集しようって言った時に、なかなかうまく。自分の目的とする情報が入手できないっていう現状があるのかなと。で一方的に、まあ襲いかかるかのように情報が、まあ。 えー、溢れている襲いかかってきていいいるる襲かっきとあのもしインフルエンザで人が死ぬたんびにニュース速報が出たら、うん、もう多分世の中は <laughs> もうだよインフルエンザパニックに間違いなくなって <laughs> な<る>誰も外でやらかなくなるはずだけど<る>それをしないから、まあ、死んでるなんて1,000、まあ、人くらい死んでも日本1億2,000万人もいますから、うん、ほとんど気が付かない気がつかないって言い方ちょっとよくないですけどあの気にならないんだけど急にしか死んでなくてもそのたんびにニュース速報になれば。うん やっぱりもううどどんんん人が死んででいいるる印象にななじゃないですか、うん、でこれも含めてあの襲いかかってくる側の論理っていうのはあの大野さんなんかを見るとど,どういう論理でそれが襲いいかかかってきてきるんだと思いますか<う>、まあ、もちろんインフルエンザもお亡くなりの方いるわけなんですけど未知のもので人が死ぬっていうことになってくると誰しも不安だったり恐怖っていうのを感じる、ねねうん、人間の心理として未知のもの新しいものっていうのは、うん、感情を揺さぶられやすい。 というう状況があると思うんですねで特にこの不安とか恐怖っていうものを伴う場合ですね人間っていうのはあのそういったことにに対して過敏に反応するあの感染力はあの弱かったけど致で率が非常に高いという意味で、まあ、怖いものだったと言っていいのかなというふうに思いますけどこれ,これは今のところはここはそんなに高くないしっていうこととただし感染者は あの感染力は相当,相当強いいよううであるという、まあ、科学的な思考を歪める心理効果の例としてこういうのがあるよっていうのを抜き出したんですけども人っていうのは、はい、正確な情報を見せられてもですね、はい、そのものもともと持っている認知の,の歪みって言ったら、うん、あの言い過ぎかもしれませんが、まあ、科学的思考を歪める心理効果。はい って書いてあさまざまあ、様々なことが検証されてきている中での代表的なものをこの、うんえー、ところにお示ししてるんですけどもウィンザー効果って言われているものですね、はいまあ、これはあの、まあ、書いてあるとまあ経験談体験談の方が一時データより与える影響が大きいと、うんまあ、書かれてるんですけども、うん、今回の新型コロナウイルスの件で言えばですね中国の 一応、政府の正式公表データとして公表されたデータそれをもとに今、いろんな数字がある一時データですね一時データということになりますけれどもただ、SNS とかでですね政府はデータをごまかしているとかですねそういうふうなその情報をもとに何か口コミ的に言っている情報のほうがそっちのほうが本当かもしれないとかですね。 でさらにもともと中国っていうのは情報をいろいろとこうコントロールしてるんじゃないかって皆さんの頭の中にある中だと余計そういったそのくじ込み的な第三者的な立場、うん、政府とは違う人が言っている言葉の方がんとなく信用性が高いんじゃないかと。うん いうふうに思ってしまう体験談経験談、まあ、たった一人のまあ、えー、口コミ的なものっていうのは、うんうん、ちょっと、えー、冷静に受け止めてほしいなというふうに思います、はいうん、ただあのタイトルにまわる通りこれ人間誰しもがですね、うん、経験談体験談というのは心に響きやすいっていうのがあるんだっていうことを知っておいていただけたらなと思います、はいはいはい じゃあもう一つじゃあ最後フフレレーーミミンンググ効果もともとはその数字の設定をこういうふうにしてしまうことで次に示すまあ数字が大きく見えるか小さく見えるかってちょっと変わってくるっていうふうなことなんですけどもここの致死率のところだけ見ればまあそこまで恐れなくてもいいのかなっていうふうに思えるかもしれないんですけど先ほどの感染者数のグラフこれを持ってきちゃうと。これ見ちゃうとじゃあ MERS と SARS と新型コロナで。 どれが一番怖いと思いますかって言われたら。新型コロナって答える人の方が多いんじゃないかなと思うんですね。すねただ。ねうん、一方で致死率っていうところのここだけを見れば。うん、誰もが新型コロナの方より。まあ、ね、マーズとかサーズの方が怖いよねって思うと思いますけど。それも、ね、先生見せ方でね。はい、サーズの二十分の一です。 あるいは10分の1ですっていうと小さく見えますけどインフルエンザの20倍ですっていうと <laughs> そうですすごくやばいいと思いますよ、ね、何を比較対象にして、ね、どういうふうに説明するかによって、はい、その受け取り方って全然変わってきちゃう。うただインンフルエザこっていうふうな数字の見え方、うん、何を基準にどういうふうに説明をするかっていうところそれがフレーミング効果ですよね。うん 我々はじゃあ政府がこういう,、まあ、う,いうようなことマクロの視点からああいう施策を打ってきたと突然学校も行かないでもう1か月間で今日のニュース見てる間子どもはなるべく家にいろって言ってるんですけどうん、うん、1か <laughs> 月間ねうん、うん、どう受け止めたらいい,い,いのかしらそのでも病気自体はこういう病気ですよね、実際はねうん、うん、政府が大騒ぎしているからといってなんか突然、恐れをの,のくっていうのもちょっと話は変てこれはファクトとしてはこれがファクトですよね。うんうん、先ほどその情報の、うん 受け止め方っていうのでいろいろ心理学的効果で歪んで受け止めてしまう可能性があるってお話をしたと思うんですけどもあの結局じゃそれを踏まえてですねそのいくら正確な情報を国民に分かりやすく繰り返し伝えてもですねなかなかこう人間って そのまま素直に受け止められるかで冒頭でもお話話題になりましたように不安な状況恐怖にちょっと襲われている状況だと、うん、余計そういった認知の歪みというのは起こりやすい,いやす、ね、っていうふうにも言われていますので人間ってそもそも間違った判断をするかもしれない、ね、で、うん、今はそういうふうな間違った判断をしやすい状況かもしれないっていうのを一人一人が それをまあ自分を客観視するっていうのがその情報の受け止め方の,その個人個人ができる一番の対応策なのかなとな。かなか